東京オリンピックは7月23日に開幕します。もう迫ってきたという感じなんですけども、組織委員会の会長をめぐって混乱が続いていますよ。会長だった森喜朗氏は自身の発言から批判が殺到したことを受け辞任の意向を示しています。昨日の段階では森氏が相談役となり、会長の後任は元日本サッカー協会会長の川淵三郎氏がなるのではないかと言われていました。これは森氏が就任を要請して、川淵は人生最後の大きな仕事として受ける意向を示していましたよね。ただこれについても批判が出ていました。森やめろ祭りの次は川淵じゃダメだ祭りですよ。ツイッターで批判する人の意見を見るとですね、また密室で決めるのかとか、森さんより年上じゃないかとか、川淵は月刊花田の愛読者でレイシストだからダメだみたいなことまで言う人がいます。とんだ思想警察ですよね。で、ある方はツイッターで、求めているのは森氏の辞任ではないとした上で、このクラスの男性たちの再教育、中国共産党がやっていたみたいに再教育キャンプとかに入れた方がいいんじゃないかとまで書いています。発想が共産党ですよ。確かに密室で決めるのはどうかという批判には一定の説得力があるんじゃないかと思います。やはりプロセスを明確にするべきじゃないかということですよね。昨日の段階では決まりそうだったのに、結局今日になってですね、まあ川淵の会長への就任というのは白紙撤回ということになってしまいました。そうなると川淵はただ無駄に批判を受けただけで、なんか本当にかわいそう。批判が多く集まった結果、政府としても看過できない状況になりですね、報道によると政権幹部は国の内外で批判がある中で、女性の起用や世代交代をしないと変わったという印象を持ってもらえないと語ったといいます。いやー、混乱に迷走、これがオリンピック半年前にやることでしょうか。ハンターハンターでいうとハンター協会会長を決めるあのシリーズ並みに揉めてますよね。というか、その川淵さんじゃダメだって人は誰ならいいんでしょうか。やはり女性かということで、橋本聖子五輪賞の名前を挙げる人もいます。しかしですよ、思い出されるのは2014年のキス騒動です。フィギュアスケートの高橋大輔さんとこの橋本さんがですね、酔った勢いでキスをしていたということを週刊誌に書かれたわけですよ。橋本氏本人はパワハラの類ではないと弁明し、高橋さんもセクハラパワハラの認識はないとしていますが、立場を考えるとちょっと鵜呑みにできません。あれも大きな問題になりましたけど、これ性別逆だったらもっと大問題になっていたと思うんですよ。つまり年上の男性政治家と年下の女性フィギュアスケート選手、絶対にアウトでしょう。そういう事例があるので、橋本さんというのもちょっと僕はどうかなと思います。他で言うと JOC 理事の山口香里さんを挙げる声もありますね。こちらの方が今川淵じゃダメだって言ってる人も納得するかもしれないけれども、ただ誰になっても批判は出ます。今批判を強めている人というのは、オリンピックやめさせたいと、そういう意向でやってる人もいるでしょうね。オリンピックの成功を願っているからこそ森叩きをやっているんじゃなくて、単純に失敗させて混乱を生み出したいと。メディアも放火犯としてこの騒ぎに参加していますので、もう収拾がつきません。シンプルにまとめると、オリンピックを成功させるために早く後任を決めて準備を進めろっていうことなんですよ。その際は密室ではなく、しっかりプロセスを公開というかガラス張りにした方が世間の受けはいいでしょうね。どっちにしろ前途多難なんですけどね。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。